ておりまするゆげ、今日は、はい、本当にめでたいですだってあなたも大概ですよ。大概ですか。メリークリスマス。はいはい、なんかありましょうか。どっかの星人のね、星の人みたいな。どっかの星人みたいな。なんか狐様がそうやってリボンつけても角に見えんけど、狐様が母上の後ろに去った時に母上越しにジュンジュンって出ると、そうそう、もうちょっと狐様と見に見える。あ、そうそう、そうそう、そうそう、なんか連群の方どなたかお写真をくださりませ。目に見えるとか言っとるんじゃないですか。ちょっといや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 、何をおっしゃる父さん様。これ違う、父さん様って、暖かい、確かに暖かそうですね。暖かそう、暖かそう、新たな防寒ねえ、何でございます。はい、さあ今日は何をしようかと言いますと、何をするかと言いますと、はいはい、今日はクリスマスカードならぬクリスマス色紙作りをしようかなと思います。なのに筆と色紙ね、そう、戦国風に筆と色紙を和洋折衷にございます。はい、行ってまいりました。巻きのお越しの方はこの後何かで怒るだろうなっていうのは予想。はい、ありがとうございます。どれがいいですか。どれも一緒じゃん。はい、どれか一個わさび入りやもしれません。はい、こんにちは。さあ、ということで座る話とかしながら行こうかなと思いまするが、でも先にお二人、あ、かしこまりました。はい、かけかけしつつ、何を書けばいいですか。ちゃちゃ入れつつ、はい、好きなこと、クリスマス色紙作りをしようと思いまする。はい、これでも年上様ね、松様がおったらみんなで年上様の似顔絵描こうみたいなのありますけど。あ、確かに、でもそれでも良いと思いますよ。皆様どうされました。これどういう風でしょう。わさび何言うの。しない、ごめん、キスラが言うんだけど、しない。何言ってくの。え、平成の世の筆ペンは筆ではないのでございますね。はい、ね、キスの大田の筆ではない。筆ペンもどき、なんか後から入ったら全然話についていけないんですけど、あの、何を書くんですか。え、クリスマス色紙を作ろうという、はいはい、お話になりまして、うん、ちなみに、はい、じゃあ、ではどうぞ、お先にお話を、はい、書いておきます。はい、何でも良い、何でも良い。さあ、ということで、はい、何でも良いでございますが、さあ、まで喋ってくださいませ。あ、まあ、でも、あ、あ、こういうね、はい、はい、なんか楽しいもんですからね、なかなかみんなの顔が見えるのじゃ。書き具合、書き具合、確かに、なんかここ半分、はい、日が陰っておりまするが、でもキスの顔だけ日が出てる。分かった、あの描いてる人は下の方から立っていただいていいんですけれど、あ、あの前出過ぎとかもしかして自分が日向に行きたいとかっていう俺じゃない。あ、いい感じ。日に当たりたくないのでございます。あ、まあ、それがあるんですけれども、日焼けするの嫌だからね。あ、これあれですな、絵描きのセンスがありますな。あの、黙って描いてもらっていいですか。ね、ちゃんちゃんってなんか、どんな人に見えるのはゴーだけでございますか。気のせいだよ、それゴー、ゴー様だけだよ。気のせいだよ、もう黙って、あのね、さっさと描かないと私たち描けない。二人のキラキラが太陽に照らされて、よりキュッと出しておりまして。そうなんで、あれね、実はね、3つ買ってきてもらって、本当は母上もつける予定だったけど、母上がこの姿になったゆえ、いつも余ったので、私も様がね、ふさふさ、ほら、この色がね、ほら、ふさふさ、今日はいろんな人に攻撃してしまうよ。ふわの、母上、イドナル、クリスマスイブでございます。あ、イブでございました。幅を取っております。え、柴田の父がどっか行くわけない。何されとったんですか、昨日の夜。昨日は稽古に決まっております。一緒におったじゃないですか。だけどさ、柴田の父がね、サンタクロースさんだったんでございますよ。そうそう、昨日はね。そう、詳しくはお市様の日記参照。はい、ね、そうなんでございます。で、しかもね、本当にね、来たの、サンタさんが。ねえ、母上。そうだったっけ。そうです、そうです。あの、はい、そうですね、その私たちがあの一生懸命あの、まあ、定期的に鍛錬をしておるんですけれども、まあ、鍛錬しとる、あの、部屋の人の、はい、巨大なね、はい、ですか、赤と白と黒、赤と白と黒、はい、この辺だけ黒、はい、そう、この辺だけ黒い、はい、あの、ちょ
食べちゃうんですよ。喋りづらい、あのね、いわゆる平成のサンタクロースなる方が来たんです。しかもこんな大きいんです。こんなそう、すごい大きくて、こんなクロモンぐらいのサイズでございました。クロモンの 1.5 倍でございます。ふわふわついてる分、はい、確かに。そう、そうで、ゴーバー、サンタクロースさんは柴田の父上、柴田の父上はサンタクロースさんだったのを昨日の夜理解したのでございます。そのことが日記に書かれております。そうそう、もう理解そうでしたね。そうでございますね。そう、みんなのうちにもサンタさん来たよっていう人、はいはい、来た、あ、うん、来たよっていう人とサンタになったよっていう人もいるかもしれませんし、ね、そうでございますね。サンタさんから何をもらったの？プリキュアミラー。プリキュアミラー、母親のプリキュアミラーが欲しい。そんな私に言わないでください。どう見てもサンタじゃない。そうか、父に言わなきゃいけない。昨日はイブだから、今日の夜、今日の夜、いや、イブの夜寝ると今日の朝枕元にある。そうか、靴下つる下げとくの忘れた。っていうかね、もうね、靴下で小さいからもう足がぶら下げたことを取っていっぱい入るから、え、何もう、しまった。そうですね、もう、うん、あれじゃな、みんなもう大きな、大人、大きな、昔子供だった人ばかりですけれども、あの、昔子供だった時あれですか、あの、サンタさんにプレゼントをもらったことありますか？ね、あんだな、あれがね、でサンタさんが来てくれていたか気になるところでございますが、ちょっと書いてください。私たちはでもいいですよ。ありがとうございますね。なんか寝るとる間にサンタさんからプレゼントが届く仕組みになっとったっちゅう。そう、不思議じゃないけど、書いてたら全部出てきちゃう。そう、羨ましいございます。なんでこうさ、クリスマスだからってさ、なんかいろいろ靴下吊るさげたりとかしとこうと思って、ふって気づいたら夜中の3時ぐらいで。でも3時に起きて、はぁ、い、と思って、で、なんかやろうかなと思って、そのまま力をふって気づいたら、8時前ぐらい、8時で7時前ぐらいで。後回しにされて、あの、スペシャルがなくなったパターンです。もう日が昇っとったな、今日の朝に気づいたら。ねえ。で、はぁって起き上がったら、体痛ってなって、これがクリスマスプレゼントか。これでもなんかあのゆっくりさがね、終わってしまった。そうでございますね。What time is it now? 47分。あと3分で帰ってくださいませ。かしこまりました。なんかぎこちない。ちょっと、はいはいはい、これがいわゆるキツノ様ワールドというやつにございます。はい、そう、最近ね、キャラクターが確立してまいりました。キツノママ、キツノ、いいです、いいです、いいから、キツノママ、はかなげな方でございまするが、はかなげなりに一生懸命喋ろうとすると、次から次へとこう思いが溢れてきてしまい、大体の方はまとめてお話ししようと思うんでございまするが、キツノ様の場合、感じたことをドーンってドンバンバンってなりまするゆえ、そうですね、そうそうそう、なんかドカンとか、なんかそういうドカンとかワーとかなって、ブーンとかなってるという言葉が多いですね。そうなんでございます。私たちだとこうなってしまうのが、キツノ様だとうまーくつながれて、それで一つの文章が完成しているという、いわゆるキツノ様ワールド。そんなね、ちょっと一見ゆるキャラっぽいキツノ様ですけれども、はい、実はね、やっぱり会うとすごい頑張ると表現するのでございます。表現、はいはい、もうあの側転っていうんですね。はい、なんでこういう風に回ってくる。そうこうやって回っておりましたけど、こうやって回っておりましたけど、こうやって回っておりましたね。集中してる。こうやってね、後ろには回れませんので、あ、こうやって回る、後ろに。こうやってやっとくから、チョンって押してくれたらゴロンっていける気がする。ゴロン、はい、やってみましょう。これでございますね。ちょっとあの週末に向けて怪我をしたわけ。さあ、でございますね。はい、いやいやいや、キツノ様はね、はい、だからすごいですよね。そう、あのすごい側
速度で何回でも昨日いろんなことを教えてもらいすぎて、あの全然演舞と関係ない筋肉を使ったみたいで急に筋肉痛と言われて、違うんですよ、まだ使ってなかった。でも直接的に演舞に関係ないのに今この筋肉痛で良いのでござりましょうか。こう昨日クエン酸飲んだんでございまするよ。そう、筋肉痛とかね、そういうのをね、あの治しやすくするというか、なりにくくするためにクエン酸がいいと書いてございます。酸っぱい液体飲んだんでございまする。そしたら筋肉痛になったの。あれ、それはないでしょ。クエン酸を飲んで筋肉痛になったって聞いたことある、はい、クエン酸と筋肉痛は別物でございます、はい、別物でございますが、クエン酸は筋肉痛を和らげる効果があるってどこかのウェブサイトに書いてあったから、飲んだのにあんま効かんかったから、理由は2つあって、多分それがクエン酸の量が足りんかったのか、効果があまりにも運動してなくて、この筋肉があまりにも弱かったか、どっちかでございます。はい、そろそろできましたか。あ、すごいですよ。あ、でも木津田さんのこのペースあと10分ぐらいかかります。お台様もうそろそろできそう。もう一度でできる。はい、ではカウントダウン参りまする。はい、10秒から参りましょう。はい、せーの、10 9 8 7 6。かわちゃん4 3。もっといっぱい5個じゃやっていいですよ。もう1、あと4回ぐらい。はい、終了。聞かない。かしこまりました。ではここからは喋りながら書きまするよ。それでございますね。でもお台様が先に出来上がりそうなんでございます。見えますよ、見えます。あ、見えないように隠しながら書かれてる。なくしたちの時間がなくなっちゃうよ。そうですよ。いいですよ。できた。あ、さすが。あの、あちらでお話ししてみましょう。やっぱり日向に日陰が良いでございます。では、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 こちらから頑張ってお声飛ばしまする。お話ししながら。でも、じゃあ、書きながら。書きながら。書きながら、うん、これでも昨日よりすごく私よくできてると思うんですよ。書きながら、まあ、昨日はね、お大様の心の広さがにじみ出ておりましたゆえ。にじめちゃった。じゃあ私たちも書こうと思いまする。ね、はい。ちなみに、じゃあ、自分のペンも、はい、お願いいたします。はい、ここからは、真面目な話もしてください。それはもちろんですよ。ちょっと心配だね。はい、ということで、私時綱様がね、書き、まあ書き途中ではございましたが、ここからは変わっておばあちゃんコンビがゆったりまったり、ちょっと本当になんか中身のない話をしようかなと。ちょっとずれちゃった時綱の笑ったら。ごめんなさいの。すみません。ありがとうございます。はい、ということでですが、私たち愛知戦国姫隊をご存知でない方もいらっしゃると思いますので、もう一度、本日おられまするは、中身のない話って言うときながらいきなり真面目な話入りましたな。良いと思います。でしょ？ありがとう存じます。ありがとう。はい。はい、桃色の着物を着てらっしゃる方が私の孫であり、そしておうちの方様の娘であるお坊ちゃん。そしてお隣にお隣にいらっしゃいますのが、そのお坊ちゃんの母であり、そして信長様の妹でもあるおいちの方様。はい、そしてちょっと今待ってみた。あ、いちいちじゃん。あってなんじゃん。ちょっと今終了になっております。ありがとうございます。はい、そして今筆でね、自分の顔にいちいちじゃん。壊れた。自分のね、顔にね、お絵かきをしようとしましたが、しました。こちらにおられる紫の着物を着た姫様は信長様に最も愛されたと。本当に言われておりこのちょっと、はい、キズノ様、はい、なんでございましょう。でもね、野村様に最も愛されたと言われておりまする。生駒の笑いながら家康様の母おない。そしてですが、本日おりませぬが、うわっ、イケメンなのか雑なのかよくわかりませんが、そうそうそう、ここにいらっしゃいます。ほらは、この上りに掘り出すよ。ここは上りに、はい、おりますでな。緑の着物を着た、そして本日ね、前田利家様の誕生日でもある利家様の奥方様である松様と出
感情を使わつっておりまする。はい。今ね、色紙に小さい虫が止まりましたよ。ほいっと。そう、今年はいろんなところにもね、はい、私たち誕生つかまつりまして、でもなんと言っても、なんと言っても大事なのが、先ほども演舞で申しました、今週末にありますな、27日の土曜日、そして28日の日曜日にございまする、全国武将隊展開地第3回全国武将隊展開地決定戦縁敗者復活戦ということで、私たちはセントレア中部国際空港に参上つかまつりまする、はい。まあ、そもそもこの展開地決定戦というのはなんじゃろなという方が多いですな。そうですな、ね、うんうん、それを説明いたしますると、はい、北は仙台から、そして南は九州の熊本から、はい、全国に私たちと同じ愛知全国決め隊とか、あとは名古屋にいらっしゃいます名古屋おもてなし武将隊様とか、全国にその自分たちの地元を PR する隊がね、おりまする、はい、その PR する隊の演舞、先ほどもご覧いただきました、はい、演舞を、演舞の展開地、どこが一番かっこよかったとか歴史的観点で良かったとかっていう展開地を決めるための決定戦が行われます。それに私たちは昨年度第2回より、参上、まあ、出陣することになり、昨年度は本戦に進むことなく、そして今年はクラスに予選が一度ございました。予選ではちょっとでも落ちてしまったはずなんじゃけど、まあ惜しくも不満を進むと書いてください。書いてください。まだ書けてないんですか。いや、これでも良いんじゃけど、どう思う？この辺寂しい？うん。あ、でもそれはそれで良いと思いますが、キツノ様のキツノの心の広さ、分かった、そうしよう。そうしよう、そうしよう。昨日しか見てから、見てからの楽しみ。昨日来てくださったものしか分からない、この。そうそう、で、はい、まあ、話を続けますと、はい、9月に予選というものがございまして、はい、来年の1月に、江戸は東京は新宿にて本戦がございまする、まあ、その本戦で展開地演舞で一番を決めるということですな、はい、の予選が9月にあり、そこで惜しくも駒を進めなかった、駒を進むことができなかった私たちはですが、今週末敗者復活戦にて、ね、駒を進めるということで、まあ、日々鍛錬を行っとるということです。先ほどね、筋肉痛がどうたらこうたらという話をしておったんですけど、さようでございまする、ね、うん、もう姫様方ね、毎日ね、5時間ぐらい筋トレしてくださっておりますので、ね、あれですか、年明けとかみんなこうゴリゴリになってきてムキムキのゴリゴリ、はい、ゴリムキムキのゴリゴリ、あれ、姫じゃなかったかな、私たち愛知戦後決め隊でございまするみたいな。ございます。イベンチューかなんちゅうか、着物脱いだらっちゅう感じになりますな。もう人ってみんなあれですよ、何補正下着いらないのにかっこいいなみたいな。筋肉つきすぎて。いやいや、それはいいんです。良いです。そんなことはいい。そんなことは良い。そうそう、日々鍛錬を積んでおりまして、そうね、今ね、姫隊は6人いると私一番最初に申しましたが、27日は6人、そして本戦であるね、敗者復活戦のコインを入れていただく、28日、実はお目様がドーン。長いよ、してもなかった長かったよ、今あ、待ちくたびれた。ゆるい。よく付き合ってくださってますね、皆様ですね。ちょっとね、気温が下がった気がいたします。なんか寒くなってきたな。いや、だって日がさどんどんそっち行っちゃってさ、雲もかかってきちゃってさ、こっちの日陰になってきてるから、どうせだったらホワイトクリスマスぐらいになってくれればいいなと思っとったんだけど、ちょっと困ります。
5人で三条塚祭りまするぜひお時間がある方はね、足を運んでいただきたいと思いまするが、その投票を入れるコインがなんと28日は朝の8時から整理券をお配りいたします。そうでね国間で、ということで詳しくは見て本当に面白いの、本当に面白いですかさあそろそろ発表をしたいと思いまする、はい、皆様寒い中お付き合いいただきましてありがとうございま す、ありがとうございます、はい、さあということで小田井様が一番初めにできましたよ、小田井様からはい、ということではい、ででんメリークリスマス、じゃあできたできたできたじゃあキツム様どうぞ、あかわいい、どんどん、それ別にこんな時間かかってなさそうな出来にございまするが、いやいやいや、そんなことないよ、あのじーっと空白を見つめとる時間が長くございましたかわいい、はい、そしてはいはい、じゃあ次ゴーゴーちゃんどん、今日のゴー今日のゴーゴーちゃんはい、すごい、かわいい、かわいいけど、今は何年14年、間違えちゃった何年にも使い回しできるってございます使い回しとか言うわ、これそうすると1年間飾っておきますからというのは冗談ですけど、はい、何気にここにですね、はい、私がおって、すごいがおって、五代様がいて、ここにキツノ様がいらっしゃる、かわいい、いいキツノ、嬉しい、欲しい、さすがでございまする、はい、いやいやいや、みんなのクオリティが高くてなんかちょっとあれなんでございますが、いや全然可愛いですね、はい、ということで今日はクリスマス、はい、イエイエイ、私たち愛知制服姫隊サンタからこの色紙を皆様にプレゼントさせていただきたいと思いまする、この中から4名の方を選びとうございまする、まあ平和な戦、平成の世ではじゃんけんという武器を使って戦う戦が一番メジャーだと思いまする、そちらで戦いたいと思いまする、では欲しい人、はい、はい、ほとんど皆さん一緒にじゃあこの方一緒にじゃんけんお願いします、ではまずお題様から、はい、ということで参りますぞ、はい、さっさと参りますはい、はいはい、いきますよ、手を挙げて最初はグーじゃんけんぽい、おお、なんかありがとうございます、グーの方のみ残ってくださいました、いや、気になった、チョキもダメ、チョキダメなんじゃなくて、グーの人、グーの方だけ、何に1、2、3、4、5、グーの方すみませんの一歩前に、カメラ、カメラに気をつけてよ、お客人のカメラに足引っ掛けんように、ちょっと前の方にお願いします。母上も食いちゃった。お二人グー。お二人とも強い親子。1、2、3、4、5、6、7。じゃあ次、キツノ様。あら、キツノ。急に絞られた。ね。今日4人。決まりますぞ。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、負けた。チョキの方。チョキの方。今の方まだ残っとって。はい、2人じゃないから。ではお二人こちら側にお願いします。さあそしてまだ今残っとった方でもう一度だけいたします。決戦投票第2回目次浜上お願いします。はい、ではあれ？はい。いきますよ。最初はグー。あ、じゃんけんぽい。やった。あ、負けた。負けた。では、次の方に、ね、はい、では前に、前に一緒に行かん、行かんのも大丈夫、大丈夫ですよ、お一人です、どうしたの、固まっちゃった恥ずかしい見ていたい、あ、じゃあ、まあまあレディーファーストということ、一番初めに女の子に引いていただいていいですか、4枚、こうやって
一緒に弾いていただくのは、はい、ミニどれかを、はい、お願いします。絶対にごめんなさい。あ、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。さあ、クリスマスは今日一日まだまだお時間ございますね、はい、クリスマスの犬山を楽しみいただいて、はい、そしてクリスマスはの先ほどからなんか恋愛みたいな話になっておりまするが、はい、アメリカではね、ご家族と過ごす日だそうでございまするの、うん、お店などもお休みになるそうにございます。ゆえに皆々様、大切なご家族と一緒に、はい、ぜひ日々を過ごしていただきたいなと思います。では明日は岐阜に決めておりまする。よかったら遊びに来てくださりませの、はい、場所は貴様、はい、元気なゴーちゃんが動き回るアクティブ G にございまする。イエイ、ありがとう。、はい、ということでね、岐阜のアクティブ G 初出陣でございまする。イエイ、うん、見守りに来ていただければと思います、はいはい。では寒かったゆえ、皆々様暖かくして、そうですね、ね、あの暖を取っていただければと思いまする、はい、それでは本日も誠にありがとうございました。こたびの出会い、いちご。